一ゴル。こんにちは、プロゴルファーの市原達彦です。今日はアウトサイドインの方法を、すぐに、直す方法をお教えしたいと思います。まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい。まあ、手前に置いてあるクラブがまあ、っすぐですよね、飛球線に対して、はい。で、この前に置いてあるクラブが、まあ、最初にお伝えしたこれがアウトサイドインの軌道ですよね。外から来て左側に抜けてしまう。これをインサイドアウト軌道、球が捕まりやすい軌道に修正する方法を教えます。まず最初に大事なのはセットアップ。今こうまっすぐじゃないですか。このまっすぐを右斜め45度全部右にこうやって向けます。で、ボールの位置は左足の付け根の前あたりです。で、肩のラインは飛球線に対してます。一発打ってみますね。で、あともう一つ重要なポイントとして、無理にフィニッシュを大きく取らない。大体指標として上げて下ろして肩の高さで止める感じですよ。これをなんで大きく取らないかというと、バランスが崩れてしまうからです。バランスが崩れちゃうとどういうことになるかというと、無理に取ろうとすると窮屈でこう胸が開いてしまうので、できるだけバランスを崩さないでこの肩の高さでフィニッシュを止める。これがすごい重要です。で、あともう一つ重要なのは左肘の畳みです。この時に左肘がこう抜けると球が捕まらないので、スローでやりますね。ここまで上げるじゃないですか。で、降りてきて当たって左肘が下に向くように畳む。ここが重要なポイントです。セットアップを右斜め45度、ボールの位置を左足の小指の付け根の前、肩のラインは飛球線に対してまっすぐで上げて左肘を畳む。これどのぐらい練習すればいいんですか？これはですね、まっすぐ治る方は結構すぐ治るんですけど、まあ本当3、40球打って打てばもうすぐに軌道は修正できます。で、ちょっと飛球線より右に出たドローボールが出るようになればもう軌道は治っているってことなんで、ちょっと打ってみます。なるほど、完璧です、はいはい。今みたいなドローボールが出るようになったら、はい、それが普通になる、なってきたらやめ時というか、普通のスイングに戻せば、戻してやったら劇的にアウトサイドインが修正できていると思います。じゃあそれをなるべく意識してやるってことですか？そうです、もう体に意識づけとして、この軌道が正しいんだよっていうのを体に覚え込ませてあげる感じでやってみてください、ぜひ。この動画、また忘れちゃいましたね。この動画気に入ったら、高評価と、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。イチゴル。